都会に疲れた男が一人、今日も電車に揺られてこの地に降り立つ。心を癒す風景と気持ちを満たす地元飯、そんな彼の日常の中の非日常を誰が呼んだか、日本旅ごはん。あわらの友人に手配してもらった旅先案内に、今回初めてお会いする田島さんは、何でも埼玉県から地域おこし協力隊としてあわら市に来ているそうだ。春爛漫、満開の桜と田島さんに誘われ、向かう先は、じゃあちょっとこちらへどうぞ。こちらなんですけれども、漫画とアニメちはやふるの、シーンのモデルとなった桜並木なんですね。はい、ちはやふるといえば押しも押されぬ人気漫画。あわら市も舞台の一つであることは知っていたが、この山室の桜並木、ここをモデルに選ぶとは、やはり人気漫画はセンスがいい。まっすぐ伸びる緩やかな坂道に品よく並んで色づく桜、どこか切なくて胸がキュンとするようなこの景色。なるほど、少女漫画のワンシーンによく似合う。こちらはやっぱ地元の方ですと、お花見、そのシート敷いてお花見してますし、あと県外からもそのちはやふるの影響で写真撮影に来られてますよね。 JR のあわら温泉駅からも歩いてすぐですので、もう誰でも本当に来やすい場所なんじゃないかなと思います。地元で愛されてきたこの場所も、今や全国に知られる桜の名所になったというわけか。さて、そんな山室を後にして、田島さんに次なる桜の名所へ案内していただいた。両側に咲いているので、はい、こちら春日神社といいまして、あわら温泉でここでしか見られない桜とあるものがよく見える場所なんですね。はい、なのでちょっと行ってみましょう。ここでしか見ることができない桜とあるもの、なんだろう。はい、こちらをご覧ください。こちらが桜と温泉街を高台から見渡せる唯一の場所なんですね。本当にもう上から見られるっていうのは本当にここだけなので、すごく穴場な場所かなと思います。あわらの温泉街と桜のコラボレーション、この季節だけの贅沢なあわらの楽しみ方と言えるだろう。あわらにはまだまだ桜の見どころありますし、また来年お花見に来ていただけたらすごい嬉しいので、ぜひお待ちしてます。私はこれで失礼します。はい、久方の光のどけき春の日に、静心なく花の散る乱、早々と散り始めた美しい桜と田島さんに別れを告げて、さて今日の飯に向かうとしよう。今日の旅ごはんは、あわら湯の町駅のすぐ目の前にあるあわら温泉屋台村、湯けむり横丁へ。こちら小さな店が軒を連ね、夜になると観光客や地元の常連さんでにぎわう情緒たっぷりの屋台村だ。その中で今日お邪魔するのは、親父のフレンチ鉄というお店。親父のフレンチ、もうすでにうまい雰囲気がビンビン伝わってくる。店内は6人入ればいっぱいになる広さ。この広さがまたいい。店主と気取らず話せる距離、フレンチの堅苦しさはみじんも感じない。さてメニューは、リーズナブルな値段に心も躍る。どれも美味しそうで悩むところだが、本日の肉料理、福井ポークに惹かれるな。
ご注文お決まりでしょうか。福井ポークフィレ肉のソテーと、はい、グラスワインの赤で、もう一つですね。はい、かしこまりました。目の前で調理してくれるのも普通のフランス料理店にはない楽しさ。屋台でいただく親父フレンチ、どれどれ。お待たせいたしました。本日のお肉料理になります。色味も鮮やかな本格フレンチ。失礼ながら屋台で食べるような料理とは思えない。肉は福井ポーク、野菜もほとんどがあわら産という地産地消にこだわった一品。柔らかく、それでいて食べ応えのある福井ポークに、あわら名産の富津金時を使った優しい甘さのグラタンがいいアクセントになる。そして味の決め手はフォンドボーのソース。濃密で深い味、それでいてほのかな酸味が爽やかさを与えている。気兼ねなく箸で食べられるのもいい。本格派のフレンチ&ワイン。でもここで食べるならやはりこう呼ぶのが正しいのかもしれない。親父のフレンチ、何度も来たくなる、そんな料理とお店だった。地元で愛される場所、人、飯。ありきたりな旅では出会えない、そんな日常の中の非日常。誰が呼んだか、旅ごはん。今日もごちそうさまでした。